うーん、二三秒ラグあるなあままあ、これでいいや。いらっしゃいませ。あ、こんばんは。あ,あ今日は眠かったです。こうかな。こんばんは。沖縄フェリーで、沖縄フェリーで酔ってる。あ,あ、あれか。 あの伊勢ナ島に渡るときですね、最初に。こんばんは。よし、えー、っと、今日はですね、あの配信画面が実はあの16対9に対応しました。対応しましたっていうか、さっきあの設定変えたんですけどね、640×430 でデジカメ写真が少しあの切らずにくれ、切らずにじゃないよ、減数に近く表示できますね、少しだけ。こんばんは。 じゃあもう1分も過ぎたのでやりますかね。プラズマ。情報量増えたはずです、多分。有料放送。そう、横長です。じゃあ始めますね。えーっと、3連休で、あ、音が切れるな。3連休でここら辺回ってきました。もともとあの、えーっと、昔走った中で一番紅葉が綺麗だったのが、この辺り、この白布峠っていう辺りだったんで、 そこを、まあ、起,点起点というか中心にして、あとここのスカイラインっていうところを走ったことなかったんで、これを絡めて行ってきました。そう、ワイド画面でございます。電波ひどかったですね。<laughs> 福島県の中にいる間はなんか規制食らいまくってるような動きでしたね。ほとんど、そうですね。あ、そうか、動画も用意しときばよかったな。でも動画は二十何分単位のぶつ切りなんで。 YouTube ですね。そうですね。まだ取り込み終わってないです。じゃあ初日の、初日はですね、えー、何キロだっけ初日の走行距離は40キロ弱ですね。えっ、ー、と、ここのところがあの、忍山っていう、信男山かと思ったら忍山なんですね。福島盆地のあの真ん中に出っ張ってるやつ。で、あとは、この、翌日走るスカイラインっていうところの、まあ、 有料道路の起点あたりまで走登りましたこんばんは山でございますじゃあ写真えっ、ー、とまず、えー、新幹線は朝市じゃなかったですちょっとおそ遅めので行きましたどうせ初日は移動だから大した距離ないなと思ってで乗ったのはどれだっけ翼だっけこれ翼でしたっけえっ、ー、とのな ノブタ山新田山帰りました。うん。IC レコーダーは、んフラグとは何でしょうかあ、あれか。あの、オーディオデバイスがぶっ壊れたやつですね。うんと、あれはですね、直接的な原因は IC レコーダーをつなぐために買ったオー,ディオ,オーディオ延長ケーブルの端子が若干きつくて、きつかったせいでオーディオ端子の中のハンダ,ハンダ付けが取れちゃったんですね。 篠田山か。ありがとうございます。そっか、忍山ですからね、こっち、こっちの方は。で、新幹線の中の、新幹線の中の輪行の、あの、輪行袋置き場所ここがベストです、私的には。あの、多分、スキー用具置き場ですね、これ。ちょっとあの、さてが入りきってなくて、この持ち上げなきゃいけないんですけど。んいや、治ってないです。あの、新しいの、もう、今、発注してます。 そうまあ、スキーの時期にはダメなんでしょうけど、スキーの時期には自転車で走りに行かないからな。あれそういえばこれなんか、ちょっと上が切れててもったいない。ちょっと待ってください。こう、こ,これでいいか。上下を調整して、こんなもんか。よし、これでソーしもたがなくなった。えーと、東京駅からでした。新幹線は。マイク壊れてもそうです。IC レコーダーは別録音なので大丈夫でした。 まあ、フラグというか、原因の一部でもあるからな。<laughs> そう、東北向きの。長野駅のもそうですね。で、えー、福島駅に到着したのがさ、9時半です。9時半、確か9時前だったかな。で、これ、あの写真撮る数分前まで24度だったんですよ。で、表に出たの自転車組み立て始めたらいきなり雨が降り出して、あの4度も下がりました。上野と東京が、 ん前上野と東京って新幹線両方止まるんじゃないんですかもっともっとこんばんはで今回はマウンテンバイク持ってきました、まあ、これがめ今一番新しい乗ってるやつなんですけどこの間北海道にあのクロスバイクで行ったのは輪行の時にあのー、これが歪みそうで怖かったからですあ結構アライナは拡大するとで今回マウンテンバイクでこの装備で行きました で、まあ、雨ちょっとまだパラパラ来てたんですけど、あの小、小ぶりになってというかだいたいやんだんだったかな。で、スタートしました。あ、そう、リアライトついてます。この、結構明るいやつ。これあ、あの、付け外しが楽でいいですよね。ここ、ねじ込むタイプのの、キャットアイのやつ。次回は写真もワイド。うーんと、いや、これ写真は2対3なんですよ。今までの4対3だと入りきらないけど、 16対9だと余るっていう微妙だな、拡大した方がいいのかなサイドバッグは灰色と緑色の間みたいな感じですかねディスクブレーキ選んだのにオートリーブじゃないいやディスクブレーキ私はあの意図して選んだわけじゃないですディスクブレーキのやつしか今ほとんどないんでまあ一応ディスクブレーキも使ってみたいなというのはあったんですけど今考えると V ブレーキの方が単純で軽くて良かったな 自転車いくらぐらい10万ぐらいですねセコムには入ってませんでも保険は入ってるこれ軽いと言ってもまあどんぐらいでしたっけ ?11 キロ以上あるはずですけどねさらにそこに重いタイヤを履いてるんででえー、っと最初はですねもともとあの予定ルートはここから直行するルートだったんですけど宿の方に、まあ、せっかくなんで この日は距離がないんで、この、忍山っていうとこ、私は信夫山って間違ってました。読み方知らなかったです。軍用カラー。でも割とそっち系ですよね。信山。ディスクの偉大さ。泥の中かー。<laughs> 好きでは走らないですね、私は。で、えー、っと、浅っらから信山じゃない。忍山場へのもって、なかなかいい道でしたけどね。ジョギングの人とかもいました。 で、途中から砂利道になって、これが一番高いところ、あたりの、えー、なんていうと、カラス、カラス崎だっけ鳥崎だっけあの、なんとか展望台です。で、この名前が付いた展望台の他に、第1、第2、第3の展望台もあるんですよね。雨の割に、そうですね。まあでも山の方は割と曇ってました。 一番高いところからのが標高差が200メートルぐらいですね。で、これが福島駅かな多分これ福島駅ですよね。で、この太い線路が新幹線だと思う。で、これがあの、この忍山の下を通ってます。で、この辺りもでん電波というかあの、規制食らってたのが全然配信できてなくて、こんなのありました。ここのとこ割と見せたかったんですけどね。 キツネとか、サルとか、えーと、クマとか、イノシシとか。これとか、あの、ベンチが3分の1ぐらい無駄になってますけど、いいですよね、こういうの。そう、まるで着物のような。なんかこれいいですよね。んあ、規制はですね。 配信してから2、3分経つと、あの、音声しか流れなくなるんですよ。たいあの、転送速度が落ちて、通信速度が落ちて。そう、だからドコモさんに規制食らってるんじゃないかなと思うんですけど。で、これ、グマ、頭でかすぎるよな。これ、手が、手がでかすぎるんだ。あの、親熊はいなかった、親熊はいなかったんですけどね。そう、全部作り物。これもちょっと珍しいですよね。あの、 盛り上がってる地面を含めて置物です。モグラ。この辺りも配信したかったけど、全然電波,電波なくて声しか言ってなかった。モグラの声の珍しいですよね <laughs>。猫よくできてますよね。で、えっ、ー、と、またちょっと雨が激しくなってきたんで、あの、トイレの脇で雨宿りしてたんですけどね、あのー、向こうから、これラブちゃんって言うんですけど、ラブちゃん。 ラブちゃんが向こうから一匹だけ、あの、こっちに寄ってきたかと思ったらすぐ逃げて、寄ってこないんですよ、こっちの方に。で、後ろからご主人がやってきて、ご主人はその、こちらの方に歩いて、近くのおばちゃんと話してたんですけど、ラブちゃんだけこっち来ないんですよ。で、結局ラブちゃん、ここからこう左側にぐるーっと回って、避けていきました。で、避けられるのは多分私だけだったんだろうから、私が原因なんですかね。あルパあ、結構あの、 えーとふくよかな感じのラブちゃんです宮ヶ瀬湖にも虎のき物ありましたっけ宮ヶ瀬湖にあったっけそうラブちゃん近づいてくれませんでしたであとこの忍山の周りはですねあのー、神社丸ごと入れなくなったりしてるところがあるらしいですまあ実際にあのー そういう測定結果が出てるのかどうか知らないんですけど除染してるとこあちこちありましたねで何でしたっけあのひ土どを剥がしてえっ、ー、と新しい土を持って除染することになってるんでしたっけなんかコメントでやり取りしてましたよね私この辺り完全に無頓着に走ってます今回気休めかでこのあと忍び山降りてこの えっと、阿武隈川の支流の何川だっけ確か途中まで支流で、あっ、もう阿武隈川で書いてあり書いてありますね。確かこの川沿いに走り始め,始めたときには、あ松川、こっちの方が松川か。ああ、そうか、ここで合流したんだ。この橋からあのサイクリングロードがあったんで、ここから走ったときには松川って書いてあって、途中から阿武隈川になってましたね。 でこれが阿武隈川沿いサイクリングロード盆地だからうーんどうなんですかねでこのあとあのえっ、ー、と福島市のイベントのページで見て知ってたあの全国ドンサミットっていうのが、まあ、これもともと秋祭りか何かが主体であってそれと一緒にイベントやってたんですよねえっ、ー、と松川はそうだったかないやなんか白かったかどうかよく見てなかったですね れ流しえー、っと地名いや確か松川って川の名前として書いてあったと思います廃線跡いや特にそういうわけじゃないと思いますけどねこの道はこの道のことですよねでこの写真は何かっていうとスタンドつけた時の写真ですねなんかスタンドのネジが1個なくなっててやばいと思ったらあのバッグの中に落ちてたっていう <laughs> 今回これはあの結構役に立ちました な、初見の人いらっしゃいませ。こっちの方で初見って言われるの珍しいですね。昼間の外配信じゃなくて。で、えっ、ー、と、これがあの、全国どんぶりサミットかな、どんサミットかな。全部で十何店舗か出てるんですよね。あの、三浦半島の、えっ、ー、と、三崎丼だっけっていうのも出てましたね。週末、ああ、の、三連休だからですよね。で、ここで食べたのが、えー、こっちが渥美半島めぐみ丼っていう、 豚とか貝とかシラスとか根菜とか海苔の。で、あと半熟卵が乗ったやつ。これが500円ですね。私、半熟卵好きなんですよね。片茹で苦手だけど。で、こっちがですね、えっ、ー、と、芋っこ汁っていう、どこだっけ芋煮系じゃなかったかなあの、芋っこ汁って書いてあったけど、あの、鶏のつくねが入ってないんですよ。これ、元々入ってるはずのが。<laughs> なんか切れちゃったらしくて。 200円のところ100円でした。とりあえずこれで600円ですね。うん。あの、これあの一応配信できてましたよね、この時は。で、えー、丼もう一個。仙台漬け丼っていうのがあって、あの、ここに書いてあるのが全部入ってます。半熟卵うまいですよね。コンセプトの甘い <laughs>。とりあえず全部入ってます。めぐみ丼です。マグロマンか。マグロも私確か食べたことあるかな。 で、これが仙台漬け丼。もともとこれ狙ってたんですよ。あの、ホームページで見て美味しそうだなと思って。ただこれ結構人が並んでたんで、えっ、ー、と、配信中は待たしちゃいましたね、ちょっと。で、ツイッターであの、あと6人とかあと3人とか書きながら、パスタとか茹でた後の鍋に卵入れれば、茹でた後の鍋に、に、生卵を殻ごとってことですかね。こうか。で、これは600円でしたね。 えーっと何が入ってたって書いてあったっけマグロ、ヒラメ、カンパチ、スズキ、ホッキー、イクラ、ササカマが2、3切れずつぐらい入ってましたね。で、これ、ご飯が少ないんですよ。さっきのめぐみ丼よりあの丼は小さめで、あのネタが大きすぎてご飯が足りなくなるんですよね。ご飯だけおかわりしたかったです。で、昼ご飯がこれでした。えーっと、川わまた、しゃもスープ丼。あー、スープ丼とかいいな。 この時間の。ちなみにどのぐらい取れてるかっていうとそんな細かく取れてないなああ,あれあびっくりした <laughs> いきなりピカサが死んだかと思った振り返りあありがとうございます笹ま仙台だから仕方がないじゃないですか笹までえっ、ー、とこのあとはこっからも電波なかったですねあんまりでここで昼ごはん食べてあとはこっちの宿の方にずっと登っていきました で途中でままたた雨に降られて綺麗な虹が見えました確かこの辺りの道の駅みたいなとこで休憩してるときに、あのー、地元の確かみず,ほみずほっていう地名のとこに住んでるおじさんだったと思うんですけどその人と話をしてでその人と別れて走り始めたらまた後で、あのー、車で <laughs>、あのー、追い越されてたのかまた会って自販機でお茶買ってるとこに出くわしてお茶いただいてしまいました。 で、そのうちは結局3日目まで飲んでましたね、私は。えー、っと、沸騰したら、あやっぱりあの、温泉卵的な感じですかね。そんなに高くない温度で時間かけて、あの、熱するって感じですかね。で、よく見たらこの辺りにあの、外側の虹が出てます。この内側の虹とは逆の色の向きですね。二重の虹。で、確か次の写真が、 うん、これ昔、あの飯田の辺りで虹見たときみたいですよね。あの家から虹が生えてる感じが <laughs>。多分これ画像解析したらこの辺りも虹色になってると思うんですけどね。多分これ、あのー、そこの、このところまでの空気の厚さによって色がつくかつかないかじゃないですかね。いや、理屈よくわかってないですけど。つなぐ虹、うまいこと言ったつもりか。 えっと、鮭のもみじ漬けですかあ、それ知らないな。そう、あの、虹の、虹のふ、虹のたもとには宝が埋まってるとか、な、なんだったっけ虫師でそういう話あったっけネタが。いらっしゃいませ。家主に。で、このあたり、あのリンゴ、りんご、りんごの農園がいっぱいありました。だ,だいたい同じ店だったかな道のく観光果樹園、道のく観光果樹園、全部同じか。 この辺りのリンゴの産地でしたね。あそう、くっきりは、あの、背景が暗っぽ、背景が割と暗くて、で、日の光がしっかり出てて、で、雨が降ってたらなりますね。ほぼ付け根を、<laughs> でも付け根まで到達することはできないはずですけどね。虹は1が反転してる。あそう、二重の日とかですかね。くっきり。フグちゃんは、ああ、またそのネタか。 その生主さん、夢なんですよね。モノポリーの独占、モノポリーの。で、この後はずっと登っていきました。もう配信は途中で諦めてましたね。配信続けてたっけ確かもう途中からやってませんでしたよね。あ、モートリンゴ。あ、そうそう、桃もあったな。あの、福島果物王国って書いてあったから、なんか岡,岡山の方からなんか言われそうな気がする。<laughs> 屈折率が、ああ、その辺りは私理屈理解してません。 付け根空気はまあまあでしたね。おいらっしゃいませ。で、これあの、晴れて見えるんですけど、よく見ると、これ、雨降ってます。あの、この日、泊まったあのユースホステルのペアレントさんに聞いたんですけど、冬場のなんか気圧配置だか、天気ではこういう、あの、真上は青空なんだけど、雨が降ってるっていう状態によくなるらしいです、この辺り。で今これ,あの振られ続けてる これ、あのカメラのレンズにも雨粒ついてますね。あ、そう、自転車でいつも、登ったり走ったりしてます。あたまれ。あ <laughs> たまるのか。あ、山梨もそうか、そうですね。狐の嫁入りっていうのかな。こういうのは。で、途中からもカバーかけて、で、この時に多分 GoPro とか Web カメラは結構水に濡れてますね。あの GoPro がこの後、の SD カードの抜き差しがしにくくなりました。 あの中がちょっと錆びてるかもしれない。納得いかないですで。しかも結構急なんですよね、これ。だから初日、あの、距離ほとんどなかったんですけど、意外と疲れました。うん、これマウンテンバイクです。撮りながら、大体いい、いや、ちょっと暗いと無理ですね、撮りながらは。チラッと撮るんだったら、まあ、走りながら撮ってしまうこと多いですけど。で、これはあまり雨がひどくなってきたから、 確かこれ宿まであと2、3キロのとこなんですけどね、あの、雨宿りしてます。これは確か、小雪って、あの、あの雪を消す設備の機械室の建物だったと思います。月1000円で受験サプリの地理勉強すると、受験サプリって言い方するんですか受験勉強のなんかネタなのかな教科書あ、そう、ディスクブレーキですけど、私は今、ディスクブレーキあんまりですね。 気候が複雑で、メンテがめんどくさい。いらっしゃいませ。で、この後また登っていって、えー、この時も雨降ってます。月見えてるんですけどね。全然納得いかなかったですね、これ。気温も下がってくるし、雨は降ってるし、でもあの晴れてるっていう。えー、っと、GoPro はいや、私が使ってるマウント方法だとあの防水状態になってないんですよ。 ちゃんと、あの、ハウジングっていうケースに入れればいいんですけどね。でもそうすると今度は、あの、USB の線がつなげなくて、1時間ぐらいで電源切れてしまうんで。ん赤と白ありましたっけあ、これはいや、なんか普通の別の花ですね。普通の花や。<laughs> 別の花だったと思います。まあ、昼の月で、しかも雨が降ってる時の月なんですよ。こんばんは。えーと、メカディスク、油圧ですね。確か。 で、えっ、ー、と、ユースホステルに到着したのが、夕方5時過ぎですね。ここはのログキャ、ログキャビンステラポートユースホステルっていうところで、あの、本当にログキャビンなんですよ。で、2、3年前にこれ、あの、場所が移転したらしくて、あの、近所から近所へ。多分この別荘か何かの建物譲り受けて、ユースにしたんじゃないかと思うんですよね。建物自体、そんな2、3年前とかに建った感じじゃなかったんで。ハウジング入れると、あ、曇ることありますね。 GoPro2 の時はそうだったの。3ではまだあんまりハウジング入れて使ってないです。ベゴニアか。そう、メリダです。福岡そうでしたっけおれ、ユースに。で、あの、この時ユースの場所がですね、すごいわかりづらくて <laughs>。えーっと、ここなんですけど、この道って途中なんか山道みたいになってるんですよ。山道、一応舗装はされてるんだけど、あの、かなりの裏道で <laughs>。 最初私まさかここから入るんじゃないだろうと思って、こう行って、こう行って、登って登って、いくらなんでももう取りすぎてると思って戻っていって、やっとたどり着きました。あの、ホームページの案内図見ていった方がいいです、ここは。えー、っと、リクルートがやってる気象のことがよくわかる予備校。誰向けのものなんですかね。雰囲気。あ、本当に山の中です、これ。 あ,あ、ピカサが、ピカサが、ちょっとお待ちください。あ、生き返った。福岡はもう、ああ、いちごですね。そう、あ、ツイートってどこでやってましたっけ福岡はもう作ってたかなあ、で、ここはですね、あの、高湯温泉っていう温泉地で、福島の三大、三大高湯の一つなんだっけ高湯だったっけ高いところにある温泉地の三大の一つらしいです。 かったはずこの辺りがですね。で、あの共同浴場が250円であるんですけど、そう、高湯温泉ですね、ここは。250円の、えー、共同浴場の券を1枚ただでもらいます、このユースでは。ユースでは。ただですね、これ、あの温泉、その共同浴場に行くまで5分ぐらい歩くんですけど、街灯もないし、雨も降ってるし、風も強いしで。あのー 傘持ってなかったから結構濡れましたねああで温泉のとこの写真そうか残してないんだあの温泉はですねえー、っと一応洗い場はあるけど石鹸とかシャンプーはなくてほぼあの風呂に入るだけの設備です純粋な感じのえー、っとあちょっと待ってくださいえー、っと明日出社するの今日出社してました眠かったです うーんと、露店しかないとこ。ちょっと理由は知らないんですけど、そうです。露店しかないとこです。あの、冬場はですね、多分 <laughs>、体洗ってから入るなんて悠長なことやってられないですね。湯冷めで風。えっ、ー、と、帰りはまあ、なんとか大丈夫だったかな。うん。で、えっ、ー、と、ここのニュースはですね、ペハネットさん一人で作ってるんですよね。宿泊客は確か団体さんも入ってて、二、三十人ぐらいいたはずですけど、 あのペアレントさん一人で作ってましたよ。で、これ、鶏です。鶏の、なんだろう、トマト煮かな。で、これ、きのこ、あ、味噌汁はきのこがいろいろ入ってて、ちょっと見えないですね。かなりきのこの味強かったです。で、あとは、きゅうり、サラダで、これは、かぼちゃですね。まあ、これがメインかな、やっぱり。えー、っと、最近のニュースは、食事のグレードがどんどん上がってるみたいなんですよ、あちこっち。 そうたっぷり。あっさりしてない。まあ、あっさりかな。いや、結構豪華だと思いますけどね。高いだけど露店だと、あだたらの野じ温泉。ああ、野じ温泉って、あのー、あそこですよね。土湯峠のところ。あ、前それ入りました。あのー、白いお湯のとこでしたよね。確か。合図、天宝、白子味噌。味噌。チキントマトソース煮ですね。 明日電車動かないんじゃないそう、あのー、微妙に期待してるところもありますね、それは。で、えーっと、これ分かりづらいですね。明るくしても無理があるなあのー、雨が降ったりやんだりしてたんですけど、ずっとあの真上は晴れてるんですよ。あれ、どっから雨降ってるんですかね。なので、ちょっと星を撮ってみたりしました。あまり綺麗に撮れてないですね。で、ここはあのステラポートっていう名前通り、あの天文学の趣味、 の宿でもあるらしくて天気が良かったらあの、えー、天体望遠鏡を担いで行って見るっていうイベントがあったんですけどこの日はまあこんだけ見えてても曇りがちだっていうことで、あのー、イベントありませんでした北海道にフレンチありましたっけフレンチでフレンチっぽいとこだったらあのー、ニセコのニセコの遊,遊牧民じゃなくてなんだっけ あのトホヤ宿でそういう食事のとこありますけどね。りとりあえず焼き目が欲しい白いかな。私、トマトに好きなんですよね。あで、これ、あの、えー、っと、ユースホステルの食事棟の2階のとこですね。なんかあの、入ってた団体さんが、あの、静岡の方の大学の OB の,の集まりらしくて、で、しかもあの、教授の人も来てて、あの宇宙の話とかいうあのパワーポイントここでスライドショーしながら、 あのみんなでこ講,義講義かなやったりしてました。私は下の方でその星を見に行くイベントがあるかなっていうのを待ってたんですけどね。いうユースはログキャビン。あ、そうそう。えー、っと、あ、そうか。ログキャビンになってるとこ説明してないですね。ここのユースは名前の通りあり、これが管理,棟食管理棟とか食事するとこであの、それぞれの部屋が全部別のログ,ログキャビンなんですよね。 で、1個のログキャビに6人ぐらい泊まる感じ。6、7人ぐらいかな。うんと、手持ち。ん手持ちとは朝から振り返り放送。いや、明日はやらないと思います。朝は。えーっと、そうですね。えーっと、23時半か。もう一枠やるかな。電車止まったら、一応会社からはですね、あの、動いてなかったら待機しとけっていうふうに言われてます。で、動き始めたら会社来いと。 明日の台風、ほんとすごいらしいですね。パワーポイント、あの、見栄えのするというか、パワーポイントでそういう、なんだろう、アピールするの苦手ですね、確かに。んどういう意味はどれだろうで、えっ、ー、と、これログキャビンのその部屋のですね、1階がこんな感じで、あの、フロアになってて、2階の方に、あの、ベッドが置いてあります。任意出勤。 11時前のニュースで暴風域が、あ、まだひどくなるって話ですか。自転車で来いって言われません。あの、台風の日はもっと早いと思います。社畜でございます。あ、今、九州来てるんですかね。低気圧に出社。個別のロケ画面、そうです。えー、で、これ、翌日の朝の写真です。で、あそはは割とあさりだったかな。あの、ロールパンとオムレツと、 えー、じゃがいも、ソーセージ、果物、牛乳、あとコーヒーとか、オレンジジュースもありました。で、サラダですね。じゃあ、もう一枠だけやります、今晩。次枠で。ありがとうございました。えっ、ー、と、1時間で暴風、180キロって何ですかお疲れ様です。自転車出身、出し,しません。お疲れ様です。次枠で。あ、パンは3個食べました。でも、実はそれでは足りなかった。 田んぼの様子見に行ってっていうネタ多いよな。用水録あれはじゃあ、次枠で。